皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ミノでございます。こちらはですね、JR 名古屋駅になります。これからですね、静岡の方に向かっていきたいと思います。名古屋駅から静岡駅まで新幹線1時間に1本の光号を利用しますと54分で、1時間に2本のこだま号を利用しますと1時間14分で名古屋駅から静岡駅まで移動できます。まあ、とても早いんですけども、早いがゆえに特急料金がかかりますので、片道あたり6000円ほどと結構お高め、6000円はちょっと高いなと、そういうことでね、片道あたりの運賃を抑えようと在来線だけで移動しますと、片道3410円で移動はできるんですけども、今度在来線だけで移動しようと思うと片道3時間以上、早い場合ですと乗り継ぎが良いと3時間切るくらいで行けるんですけども、でも大体は3時間超える、3時間10分15分程度かかるということで、これは今度は遅すぎると、新幹線は高いし在来線は遅いと、ちょうどいい方法はないのかということで、そういう方にですね、ちょうどいい方法をこれからご紹介していこうかなと思います。それで先にルートの紹介をするんですけど、ああそういうことねで視聴をやめてしまうと後で痛い目見る可能性があるので、最後まで視聴していただくことをお勧めします。その移動方法というのが、名古屋駅から豊橋駅まで新幹線、豊橋駅から浜松駅まで在来線、浜松駅から静岡駅まで新幹線で移動するという方法になります。これにより名古屋駅から静岡駅まで1時間44分から1時間59分で移動が可能になります。ちなみに僕が移動した時間帯ですと1時間33分で移動ができました。そして次にご紹介する切符の買い方をすることで、名古屋駅から静岡駅まで4150円で移動することができます。まあその切符の買い方については移動しながらご紹介していくということにしまして、それではやってきました。6時37分発光632号東京行き、こちらに乗車をしまして、この列車で一駅先の豊橋駅を目指していきます。この列車は名古屋駅発2番列車になります。それでは列車名古屋駅を出発いたします。奥に停まっている列車はですね、この列車の大体5分後くらいでしたかなに出発をするのぞみ号東京行き、時間的にですね、おそらくこの列車、この光号も奥ののぞみ号も東京駅、この名古屋駅始発になりますので、ほぼほぼ同時にですね、この名古屋駅に列車入線してきましたね。ほぼ同時にですね入線してきました。新幹線名古屋駅を出ますと、しばらくの間は JR の在来線と並走をいたします。手前に消えていった在来線の線路が JR 関西本線、名古屋駅を出るとすぐに新幹線の高架をくぐって西の方向に消えていきます。そしてしばらく並走するのが、手前から JR 中央本線、東海道本線、そして一番奥が名鉄名古屋本線になります。でこれね、1回だけ僕見たことが、そういう光景に遭遇したことがあるんですけど、本当に運がいいと、名鉄名古屋本線、 JR 東海道本線、 JR 中央本線、そしてこの新幹線4つの列車が並走する光景がね、見ることができます。僕も1回だけ見ることができました。さて新幹線ですね、名鉄の山王駅付近まで行きますと、JR の在来線名鉄と分かれまして一匹狼状態となります。それではね、切符の買い方についてご紹介しておこうかなと思います。切符自体の映像をね、新幹線内で撮り忘れてしまったので、今ここではご紹介することを見せることができないんですけど、ちょっとこちらのパンフレットを見せ、ご紹介しようかなと思います。とりあえず名古屋駅から豊橋駅まではですね、こちらの切符を利用いたします。新幹線豊橋往復切符、こちらの切符を利用することによって、名古屋駅から豊橋駅まで、土休日ですと片道あたり1180円、まあ、往復ですと2360円で移動することができます。で、この切符、効力がえぐいくらいに強いです。片道あたり1180円ってことは、これ在来線だけで名古屋駅から豊橋駅移動すると、1340円だったかな、しますので、在来線だけで移動するよりも安い値段で新幹線を利用して名古屋駅、豊橋駅を利用できるというですね、えげつない切符になっております。ですので、今回の名古屋静岡間の移動の核となる、肝となる切符でもあります。ゆえにですね、効力が強すぎるがゆえにですね、次に紹介する条件を、守っていただかないと、かなり痛い目を見る、切符でもありますので、ちょっと、説明をちゃんと聞いていただければいいかなと思います。それではこの切符の注意点についてご紹介をしておこうかなと思います。注意点その1、この切符は往復切符です。発売は乗車日当日のみであり、有効期限は乗車日当日のみになります。ですので、詐欺に紹介した運賃というのはですね、あくまでも片道あたりの運賃となります。ですので、宿泊を伴っての利用というのはですね、この切符を使っての利用はできません。じゃあ宿泊を伴った場合はどうしたらいいのか、その方法、その場合の対処法については後ほどご紹介をいたします。
それでは注意点2つ目、これは注意してください。ちょっとうっかり間違えやすい項目かもしれません。乗り越し精算はできません。この切符を利用して乗り越し精算はできません。乗り越し精算をした場合この切符無効になります。一応無償で払い戻しはしてもらえるそうなんですけど、この切符自体は無効となってしまいますので乗り越し精算はできません。じゃあ一回豊橋駅で降りないといけないのか、これについては裏技があります。これね、通り抜ける方法がありまして、今回僕もですね、実際豊橋駅を降りずにこの切符を利用して静岡駅まで移動することができましたので、そちらについてもちょっと後ほどご紹介をしていきます。その他注意点といたしましては、座席は自由席のみ、指定席への変更はできない、乗り継ぎ割引は適用されない、利用期間は通年であるといったことが注意点として挙げられます。でここで一つ要望がある方もいらっしゃるかもしれません。名古屋豊橋間、この切符使ったら往復で新幹線使わなきゃいけないんでしょ。僕行きは新幹線だけど帰りは在来線で帰りたいな、もしくはその逆がいいなという方もいらっしゃるかもしれません。その方はですね、こちらの切符をおすすめします。僕も今回はこちらの切符を購入いたしました。それがですね、こちら在来線用の豊橋往復切符になります。特急日の場合ですと1560円、片道あたり780円で名古屋豊橋間を移動することができます。新幹線を使いたい場合はですね、この切符に新幹線変更券という、特急日の場合400円、片道あたり400円の新幹線変更券を追加することによって新幹線豊橋往復切符と同等の効力を持った切符に変更することができます。料金は片道あたりの料金は全く一緒です。ちなみに新幹線の変更券の購入方法はこういう感じになります。普通にですね、新幹線の券売機でお得な切符の購入ってところがあるんですけど、そこからですね購入することができます。でちょっと迷ってますけど、このですね、往復カルテット切符専用新幹線を変更券ってやつですね。でこちらですね、使用日当日のみ購入することができます。ちなみに在来線用の豊橋往復切符の注意点に関しましては、新幹線用の豊橋往復切符とほぼほぼ一緒であると考えていただければ大丈夫です。でここまでの説明でですね、一つ思われる方もいらっしゃると思うんですけど、お前土休日の話しかしてねえじゃねえか、平日の場合どうしたらいいんだよって思われる方いると思うんですけど、この切符ですね、平日用もございます。平日用もあるんですけど、ただ土休日用と比べますとちょっと値が張ります。片道あたりの値段が少しちょっと高くなるってだけの話にはなるんですけど、この方法で行くことはできます。それではですね、ここからは注意点その1とその2のですね、すり抜けについて皆さんにご紹介していこうかなと思います。注意点その1はですね、日帰り旅行の場合は新幹線豊橋往復切符を使えばいいですよって説明をしましたけども、いや俺宿泊なんだわ、宿泊旅行なんだわっていうか場合はですね、どうしたらいいのか。その場合はですね、こちら名古屋豊橋カルテット切符、こちらをご利用していただければいいんじゃないかなと思います。こちらの切符ですね、4枚綴りの、ね、名古屋豊橋間の在来線の回数券となっていまして、まあ、もちろんですね、そのまま4枚、買っていただいて正規の料金で買っていただくっていうのもありなんですけど、いや4枚もいらねえんだわって方はですね、金券ショップでですね、この切符多分バラ売りで売ってると思いますので、こちら買っていただければいいんじゃないかなと思います。あとですね、平日利用される場合ですね、平日利用される場合はですね、在来線の豊橋往復切符ですと片道あたり950円なんですけど、こちらですね1枚あたり890円なんですね。ですので金券ショップで行った時にですね、片道あたり950円よりも安い場合はですね、こちらのカルテット切符買っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。新幹線変更券も在来線用の豊橋往復切符と同様の同じ値段となっています。切符の注意点も、ほぼほぼ一緒なんですけど、ただこの切符ですね、土休日平日かかわらず、利用することができます。それでは注意点その2についてですね、豊橋駅で一回改札を出なければいけないのか、この点につきましてはですね、在来線に乗り換えをしてから説明をしていきたいなと思います。列車ですね、ここまで長々と、説明をしてきましたけど、新幹線まもなく豊橋駅に到着をいたします。それではですね、豊橋駅到着しまして、7時9分発熱海行きの普通列車にですね、乗車をしまして浜松駅を目指していきます。時間にして大体34分ということになります。それではね、豊橋駅で改札を出なくていい理由と、豊橋から先の乗車券についてご紹介していこうかなと思います。これが乗車券ですね。下の乗車券が豊橋から先の乗車券になるんですけど、ちょっと待ってよと、乗車券豊橋からじゃなくて豊橋1個浜松寄りの二川の駅からなってるぞと、これどういうことだと、これにつきましても後で説明をいたします。先にですね、豊橋駅で改札を出なくていい理由について説明をしていきます。
先ほどですねこの切符を使って乗り越した場合はですね乗り越し精算できないので、正規の料金を支払わなければならないという非常に恐ろしい話をしました。確かにねこの切符だけで旅行を開始した場合乗り越しはできないし乗り越ししてしまった場合この切符自体無効になってしまうんですけど抜け道があります。それは何かというとあらかじめ豊橋から先の有効な切符を乗車券を持っておくことあらかじめ購入しておくことこれによりですね改札を出ずともそのまま引き続き旅行をすることができるというですね裏技があるんですね。ただですねこれあくまでも在来線のみになります。在来線のみに限った話になりまして新幹線はこれ引き続きあらかじめ乗車券特急券持っていたとしても乗車はできません。新幹線定期券は一応 OK なんですけど基本的な乗車券特急券では引き続きの乗車はできないのでそこら辺はご注意してください。在来線のみになります。さてこの切符ですね名古屋豊橋間の切符の説明だけでずっと長々と説明してきましたけどでもそれくらいですねこの切符使用条件であったりとかいろいろと複雑だということになりますね。ですのでこの切符ですねうまーく使えれば本当に効力すごい効果を発揮するんですけど使い方を間違えると毒になる。だから本当に薬みたいなもんですよね。うまく使えれば体にいい影響を与えてくれるんだけど使い方をミスると毒薬にも毒にもなるそういう切符それがですね名古屋豊橋往復切符となります。ですのでうまいこと利用して皆さんもですね旅行を楽しんで安く楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。それではですね豊橋から先の区間の切符についてはですねご紹介していこうかなと思うんですけど先ほど映像を見せたようにですね豊橋から先の区間に関しては普通の乗車券買っていただければ大丈夫です。あらかじめ普通の乗車券を買っていただければそのまま引き続き乗車ができます。そして浜松から先特急券新幹線特急券を購入していただくという形になります。ただですね出発の駅です豊橋から先の区間の切符がですね二側からになっているその理由についてですねなぜ二側からになっているのか実はですね新幹線と、まあ、在来線もそうなんですけど豊橋往復切符ですね実は豊橋エリア豊橋1個浜松寄りの二側の駅まで切符自体有効なんですね。ゆえに二側から先の区間購入していただければちょっとでも距離短く切符を購入することができます。一応ただ別に豊橋からでも二側からでも静岡までの切符でしたら1980円で変わらないんですけどただですねその先ですねギリギリまで切符買おうと思いますと豊橋からですと草薙の駅までしか買えないんですけど二側から切符買いますと清水の駅までですね、静岡市清水区の清水の駅まで切符を購入することができますのでまあちょっと少しでも長く切符を買いたいという方はそのように買っていただければいいんじゃないかなと思います。ちなみに話変わるんですけど、名古屋駅毎時38分の小玉号に乗ると、まあ、全ての列車ではないんですけど、まあ、毎時38分の列車に乗るとだいたい1時間59分くらいで静岡駅に着くって言いましたけどこれもしですね、豊橋駅で3分4分くらいで乗り継ぎを成功させるのできるのであればこれ1所要時間を1時間44分くらいに短縮することが一応可能だったりします。だからこれ何が問題所要時間のズレの問題って何が原因かって言ったら豊橋及び浜松駅での乗り継ぎ時間なんですね。乗り継ぎ時間の差によってまあ、所有時間がだいぶ左右されているということになりますのでうまいこと乗り継ぎができる列車を見つけるとだいぶ所有時間を短縮することができます。さて列車ですね在来線34分間の旅も間もなく終わりますね。列車は間もなく静岡県最大の人口を抱える浜松市の玄関口浜松駅に到着をいたします。それでは浜松から静岡まで新幹線に乗車します。浜松から静岡の特急料金はですね新幹線特急料金なんと990円で移動することができます。それではね本日2度目の新幹線旅浜松7時51分発光634号東京行きこちらに乗車をいたしまして静岡を目指していきます。本日2度目の新幹線旅約20分間の旅となります。ちなみにですね浜松と静岡ってどれくらい距離離れてるのかって話なんですけど、まあ、近くはないだろうなってイメージ持たれてる方も多いんじゃないかなと思うんですけどまさにその通りでして実はですね浜松と静岡って駅間距離76.9km も離れてるんですね。でこれどれくらいかっていうと他の区間で例えるのであれと比較するのであれば例えば名古屋豊橋間はですね 72.4km 前原京都間 67.7km 小倉博多間 67.2km となっていましてねすごいですよね。東海道新幹線で一番駅間距離が長い前原京都間僕もですねこの区間990円で移動できてしまうのでちょくちょくですね利用させていただいてるんですけどそれよりもプラス10キロくらいですね長い距離を同じ990円で移動できてしまうというですね。でしかもですね浜松静岡間で普通列車しか走ってないんでこの区間在来線のみで移動しようと思うと1時
時間10分くらいかかるんですね。1時間10分かかるんですけど、でも990円で新幹線乗れてしまうんで、新幹線にさえ乗ってしまえば光号で20分、小玉号で27分で移動できてしまいます。ですからこの区間を新幹線利用することが今回の旅で所要時間を短縮する上で非常に重要な区間となっています。ちなみにですね、浜松駅で新幹線乗り換える際にですね、改札切符通せませんでした。閉められましたね。ですので駅員さんに見せて改札通ることになると思うので、この方法で移動される方はですね、駅員さんに切符を見せて、通るようにしてください。でそれでですね、浜松駅から静岡駅まで新幹線利用してるんですけど、いやお前待てよと、豊橋往復切符で豊橋から先の区間新幹線使えねえって言ったじゃんって言ったと思うんですけど、僕もですねちょっと疑問に思いまして、静岡駅に着いてからですね、駅員さんに尋ねてみました。そしたらですね、静岡駅の駅員さんわざわざ豊橋駅の方に訪ねてくださいましてね、まあ、本来想定してない切符の使い方でね、この切符を使ってるんで非常に申し訳ないなと思ってたんですけど、ただ丁寧に対応してくださいました。その結果ですね、特に問題ないということが判明いたしました。わかりました。新幹線区間がね連続してなければ特に問題ないみたいです。ですので豊橋から先の区間、とりあえず一旦在来線の区間を挟んで、その後通常の切符で新幹線を利用していただければ、まあ、特には問題ないと。だから普通にこの方法で行っていただければ皆さん大丈夫かなと思います。それでは列車まもなく静岡駅に到着いたします。名古屋から静岡まで1時間33分でやってきました。皆さんもですねこの方法でぜひですね静岡まで安く移動していただければいいんじゃないかなと思います。それではですね、静岡駅到着までのしばしの都会の車窓を楽しんでいただいて、この動画を終えたいと思います。